いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日の動画なんですけれども、実は、この度マイキー書道チャンネルのチャンネル登録者がなんと5000人を超えました。どうもありがとうございます。で、その感謝の気持ちを込めて、まあ、皆さんに少しでもねお礼がしたいと思いまして、でちょっとしたプレゼント企画を考えました。で今からその皆さんにねプレゼントする作品を作成していきたいと思うんですけれども、まあ、その動画風景をこれから、紹介していきます。この YouTube チャンネルを始めたきっかけは、まあ例のね流行り病ですね、流行り病が世の中に流行しまして、で在宅時間が増えて、でその空いた時間にね何かできることはないかなと思って、 SNS ではまあインスタだったり X だったり Facebook だったりでは、まあ、作品を写真をアップロードしてたりしたんですけれども、書いてる動画を撮影して、でそれアップロードしたらどうってある方からね言われて、あなんか面白そうだなと思って始めたのが本当きっかけでした。でまさかねそれから3年4年こうやって続けてこれるとは思ってなかったんですけれども、まあ最近ではその書道の魅力だったり、あとなんかこう書いてるところを見て、まあ書道の初心者の方だったりが、あこういう書き方もあるんだなってこう少しでもね役に立つような動画になったらいいなっていう思いを込めて動画を作成しています。はい、では前置きがねちょっと長くなりましたが、今日はここに並べてある、まあ、この小さい、まあ、手のひらサイズなんですけれども、このね色紙だったり、あとちょっと面白いね紙だったりミニうちわだったり、まあ、こういうものに、文字を書いていきたいと思うんですけど、先日ちょっとこの金の墨汁というのを購入しましたので、でまあ、これを使ってね、文字を書いていきたいと思います。で金のものっていうのは、まあ、風水的にも、西の方角に置いたりすると金運がアップするとか人とのご縁が、結ばれるとかそういうこともあるようなので、この金の墨汁を使ってねちょっと皆さんの開運を願って、しかも龍という文字、今年もう、ね、もう9月ですけど今年は辰年なので、龍という文字をねちょっと書いて、でそれを皆さんにプレゼントしたいと思います。ではまずこの紙に書いてみたいと思います。この紙名前がついてて、雲龍紙、雲に龍に紙、雲龍紙っていうんですけれども、まあ、これご覧いただいて分かりますかね、細かいこう龍のようなね模様が入った紙になってます。まあ、かなり薄手の紙なんですけど、じゃあちょっとね実際に書いてみたいと思います。ちょっと光っちゃって分かりづらいですが、この方が分かるかな。はい、龍という文字書いてみました。では次にこちらのミニ色紙ですね。ミニ色紙もう本当に手のひらに乗るサイズ、何センチぐらいですかね、15センチぐらいですかね。はい、じゃあこちらの、これもう枠がね金なん、すでに金なんです。だからもうこれに金の龍を書いたら金運アップ間違いなしだと思います。しっかりね私も心を込めて龍という字を今
書きます。こちらです。はい、2つ目完成です。じゃあ次にこちらも同じ、ミニ色紙です。大きさのミニ色紙です。もうこれもね、もうすでに富士山が描かれていて、金の雲が並びいていて、もうすでにとても運の上がるような色紙なんですけれども、これにじゃちょっと1文字ね、龍という字を書いていきたいと思います。はい、こちらですね。3つ目完成です。はい、次にうちわですね。まあ、こちらも手のひらに乗るサイズの、10センチぐらいの大きさですかね、うちわです。じゃあこのミニうちわにも龍という文字を書いていきたいと思います。こちら、隷書体でね、書いてみました。はい、では、今日はね5点書いてみました。でこれは写真立てになってるんですね。裏側こう足がついてるので、これで
立てかけていただくこともできますので、こうやってね置いて飾っていただくこともできます。でこれは実はね、実はねそんな大したもんじゃないですけど、京都に行った時に買ってきたんですね。すごい京都の、和紙で作られた和紙のフレームの、写真立てなので、まあこの龍という字に飽きたらご自身の写真を取り替えてね、中身ねこうやってすぐにこんな感じで簡単に開けて入れ替えることができるので、まあこの龍という字に飽きたらご自身の写真を飾っていただければと思います。とあとこれはアクリルパネルにこちらもちょっとね入れてみました。でこれも足がついてますので、これはねご自身でちょっとセッティングし、送るときはこの足を取って送るので、あとはご自身でつけていただきたいんですけれども、まあ、簡単にこんな風につけられますので、まあ、こうやってこちらも立てかけておくことができますので、はい、ちゃんと2本ありますよ。はい、こちらも、お譲りさせていただきます。はい、でこれはミニうちわですね、手のひらサイズです。こんな感じ、ちっちゃいうちわなんですけれども、まあ、裏は白のままです。でこれは、まあ、10センチ、10センチ、10センチぐらいの大きさのミニうちわです。あとこちらが色紙が2点ですね、はい、となっております。じゃあこちらの、5点を皆さんにちょっとね、YouTube チャンネル5000人突破ということでお譲りプレゼント企画ということでお譲りしたいと思うんですが、応募方法なんですけれども、概要欄の方に、Instagram の URL が貼ってありますので、そちらの、Instagram の方から、ダイレクトメッセージを送っていただければと思います。で、まあ、その際にぜひねちょっとインスタのフォローもねしていただけたらとても嬉しいです。でまあないとは思うんですけど、もし万が一5人以上のねご応募が多数の場合はちょっとこちらで抽選させていただきますので、ご了承いただければと思います。はい、とあとそのダイレクトメッセージいただく際に、どのこの5つの中のどれが欲しいかぜ、必ず記載をしていただければと思います。それともう1点、お知らせがありまして、YouTube の、ショート動画の方で私曲の歌詞を書いて、で、それを動画の速さをね編集をして、で曲に合わせて15秒から30秒ぐらいの動画を結構ねたくさんショート動画アップロードしてるんですけれども、その曲の歌詞、書いた歌詞が、欲しいっていうコメントも、たまに見かけるんですね。で、まあ、例えばねこんな感じですね、こういう感じでこの大きさの紙に、書いて、これはレミオロメンの南風ってやつかな、さっき書いたばっかりなんですけど、でこんな感じの歌の歌詞もこちらもですね実は、無料でお譲りしています。で詳しくは同じく概要欄にショッピングサイトのベース、の URL を貼ってありますので、そちらをご覧いただければと思います。まあ、こちらはですねごめんなさい、ちょっと送料だけご負担いただく形になりますので送料のご負担は、ご了承いただければと思いますが、もし欲しいという方は、ベースから歌の歌詞は申し込んでください。でショート動画ね結構たくさん歌の歌詞書いてます。もういくつだろう、100、200は書いてるかと思います。でそのほとんどまだ取っといてありますので、はい、どれか欲しいものがありましたら、ぜひベースの方からご連絡いただければと思います。はい、では最後に改めまして5000人チャンネル登録5000人本当にどうもありがとうございます。コメントしてくれる方とか見てくださる方、皆さんの力があってこそ、続けてこられたことですので本当に本当に感謝しております。どうもありがとうございます。で今回はちょっとこの5点しか書けなかったんですけれども、今回ね反響があればまた
近々プレゼント企画ね、やっていきたいなとは思ってますので、ぜひコメントをね、コメント欄の方で、またやってほしいとかっていうご要望がありましたら、 あとまたね、書いてほしい漢字とか曲とか、ありましたら全然リクエストいただいて構いませんので、どうぞたくさん書き込みの方もお願いいたします。あと言い残したことないかな。まあそうですね、まあ、あの最後にと言いながら、もう一つ、私チャンネル登録者数をすごく伸ばしたいとか、伸ばすためにやってるわけではないので、またこれからもですね、本当にこう自己満足な動画になってしまうんですけれども、これからも末永く、皆さんに愛されるチャンネルとなっていくように、努力はしてまいりますので、どうぞ引き続き、ご視聴いただけるととても嬉しく思います。はい、それでは今日もご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。